こんにちは、 NPO 法人フードフードです。私たちは子ども向けの食育やお料理のレシピを作成する団体です。空き瓶を使った小物入れを作ります。簡単にできるので体験してみてください。キットの中身を確認します。丸い布、ブレード、蓋、丸い綿、丸く切ったキルト芯、テーブルに置いてある両面テープ、ハサミ、ボンドです。蓋の真ん中に貼ってある両面テープの紙を剥がします。テープ全体は剥がさないでください。真ん中のテープに丸めた綿をつけます。つきましたか？周りに両面テープがくるりと一周しています。紙を剥がしてください。丸い布の裏を見せておきます。上に丸いキルト芯を置きます。綿を下にして上下左右とつけて、全体を縁につけバランスを平均に出すようにします。蓋からはみ出た布を中側を見ながら切ります。ゆっくりと切ってください。蓋の下側に両面テープを一周巻き、合わせ目で切ります。両面テープの巻き終わりのところの紙を取り、接着面にブレードを回しつけます。余分な部分を切り、薄くボンドをつけます。これで出来上がりました。ボンドが乾くまで少しお待ちください。